あ、覚えてるよ。え、何？え、マジで？え、もう本当？もう何？びっくりしたんだけど。あ、ごめん。なんか誰か来たみたいだからさ。ごめんね。また電話するね。じゃあね。おやすみー。こんな時間に誰だろう。声がうるさいわよ。すいません。壁が薄いんだからそこまで考えてくれる？はあ、うるさかったらまた来るから。怖かった。そんな大きい声出してたかな。気をつけよう。その日から隣の奥さんはエスカレートしていった。音楽。はい。音楽かけてるでしょ。ああ、携帯でかけてるくらいなんで、そんな大きい音じゃないと思いますけど。だから時間考えなさいって言ったでしょ。いや、でも、あのね、私はこの時間ゆっくりしたいの。静かにしてちょうだい。はい。なのよ、もう。うるさい。子供の声。ここ最近毎日毎日。ちょっと待ってください。うちに子供なんていません。いるわよ。毎日毎日子供の声がうるさいし、ドタバタドタバタ。そんなこと言われましても、うちに子供なんていないですし。ああ、もう何なの。子供黙らせないと警察呼ぶから覚悟しときなさい。何なの。子供の声。いや、そんなわけないか。こんな日はおとなしく寝よう。
はあ、もう。子供の声するのってうち？一緒に遊ぼう。聞いた？田中さん捕まっちゃったらしいわよ。なんで？なんでも虐待で子供を死なせちゃったらしいんだけど、クローゼットに隠してたらしい。そういえば最近お子さん見かけなかった。怖いわね。見つけた。